砂利採取場は砂利を採取するために露天掘りを行っている場所。砂利採取場は地下水面が高い川の流れる谷に位置し砂利を採取した後には自然に水が溜まり池や湖が形成されることが多い。使われなくなった砂利採取場の後は自然保護区やウォータースポーツのためのアメニティ区域になったり埋め立て地やウォーキングの場とされることがよくある。さらに イギリスの場合、コインなど淡水魚の雑魚釣りを楽しむこと場所とされることも多い。砂利は砂とともにコンクリート、骨材、その他の工業鉱物として利用される。日本では砂利採取法が砂利採取について規定している。同法に基づいて登録された砂利採取業者が砂利採取場ごとに砂利採取計画を立てて、都道府県知事の認可を受け砂利採取を行うことになっている。 明治以降、コンクリートの普及によって、砂利に対する需要が拡大し、河川砂利の採掘が各地で行われた。その後は、河川砂利の乱掘が地水上の悪影響を生み始めたため、1968年に砂利採取法が全面改正されて、河川砂利の採取が制限されるようになり、その後は山砂利、陸砂利と呼ばれる河川時期以外の場所から採取される砂利の量が増加した。 砂利採取の跡地が土砂等によって埋め戻された場合は農地や宅地として利用される例もあるがこのような土地は地震の際に液状化を引き起こしやすいものと考えられている。またゴミの埋め立て処分場として砂利採取場跡を利用することもある。さらにメガソーラーの用地となっている例もある。ありがとうございます。